はい、皆さんこんにちは、ピジマイです。今回はですね、小ネタなんですけれども、名前もよくわかんないですけど、ダブルリフルファンでいいのかな。普通にリフルファンするんじゃなくて、2回できるよっていう、ただそれだけのお話です。はい、トリプルもあるんですけど、今回はダブルだけでございます。ということで、近くで見ていきましょう。見ていきましょうじゃない、解説していきます。それでは、GO。 はい、それでは解説していきます。普通にリフルファンといったらこういうふうにね、1回なんですけれども、ちょっとだけね、こういうふうにずらしてあげることによってね、2回できるっていう。3回目も不発だったけども、3回目も普通にもっと綺麗にやればできます。やり方も何もないんですけれども、まずはじめに、普通はこういうふうに、こういうふうにね、高さが一緒なんですけども、これをどちらかにずらしてリフルファンをして、こういう感じでリフルをします。そうするとこういうふうに噛み合うので、これをまたリフルしてあげるっていうだけの話なんですけれども、こんな感じですね。で、あともっと浅くやればまたもう一回ね、リフルができるんですけど、今回はダブルまででございます。やり方としては、普通にリフルをこういうふうにずらして、で、浅めにやってあげるっていう感じですかね。浅めにやっていくとね、トリプルもできるんですけれども、で、綺麗にやる方法としては、あとはリフルじゃなくて普通にフェローで、このように斜めと斜めをこういうふうに噛み合わせて、この状態でこんな感じでね、一回リフルしてまたやると。ただ切る回数としては1回しか切れてないのでね、ただシャラシャラシャラっていう音が2回鳴ってるっていうだけの話なんですけれども、かなりの小ネタ感はございますが、練習して見てもいいかなと思います。トリプルもね、今度解説しようかなと思います。簡単な感じですよ。はい、コツとしましては、これぐらいの距離で噛み合わせるんですけれども、コツも何もないですよね。この通りにやれば必然的に多分できるようになると思います。ただ綺麗にやりたいのであれば、こういうふうにリフルのやり方ではなくて、ファローの方がね、綺麗にできますね。角と角をこのように合わせて、こんな感じですね。ここぐらいまで噛み合わせたら、このように持って力抜いてあげると。そして次に普通にリフルっていう感じですね。とても簡単なのでね、何かしらの機械で使ってみてください。手癖とかでもいいのでね、プラスになるかわからないですけども、マイナスになるテクニックではないのでね、ぜひ手遊び程度でやってみてください。はい、ということで、今回は名前はよくわかりませんけれども、ダブルリフルファンでいいのかな、のご紹介でございました。ありがとうございます。今度はトリプルだな。トリプルもただ浅くやるだけなんですけどね。はい、バイバイ。